ステゴサウルス科は、草縦類の恐竜のクレードの一つで、賢竜類の海分類群である。賢竜類の中でファヤンゴサウルスよりステゴサウルスに、近縁なすべての種が含まれる。名称はこの系統の中でよく知られた属である、ステゴサウルスにちなんでおり、屋根とカゲを意味する。化石は、北米大陸、ユーラシア大陸、アフリカ大陸のジュラキ中期から、 白紀前期の地層から報告されている。一方、姉妹群であるハヤンゴサウルス科は、ジュラ紀中期に限定されている。ステゴサウルス科にはステゴサウルス、ヘスペロサウルス、ダケントルルス、ミラガイア、ロリカトサウルス、そしてケントロサウルス等が含まれる。ステゴサウルス科は、他の研究類同様、四足歩行の植物食動物で、首から尾にかけて、 個室の板やスパイクを備えている。この大きく薄く直立した板は体になっているものが多い。また、その板に関しては防御や体温調節、ディスプレイなどの用途が可能性のあるものとして考えられてきたが、依然としてはっきりしたことはわかっていない。尾に備わったサゴマイザーは少なくとも個人用の武器として使われたと考えられている。しかしながら、その機能は 成長段階によって異なり、議論の的となっている。ステゴサウルス類は、ファヤンゴサウルス科と異なり、前上顎骨の葉を失っており、前歯が後足より短いという特徴があるしかし、これらの二つの特徴は、ファヤンゴサウルス科以外のヒステゴサウルス類にも存在する可能性があるため、ステゴサウルス科の診断には使えない。そして、同氏は、神経弓によって伸長されている。 2013年のダニー・キーチェティによる3種のステゴサウルス科のサイズ比較1877年、マーシュはステゴサウルス・アルマトス・ステゴサウルス・アーマタスを発見、命名し、1880年、それに基づきステゴサウルス科を設立した。最初にウェルホサウルス、およびファヤンゴサウルス属の下で記載されたステゴサウルス科の標本は、2010年にメイドメント、 何によってそれぞれステゴサウルスホムヘニステゴサウルス、ホーメニー及びステゴサウルスマジョシーの名称で、ステゴサウルス属として再記載された。さらにその後、多くのステゴサウルスの種は以前は異なる種だと思われていたものがすべてアルマトゥス種に統合された。この標本の細分類は、標本間のすべての細が主観変異によって説明されうることを見出した後に、なされた。 ステゴサウルス化の構成についてはしばらく議論されている。しかし、2017年現在までに行われたステゴサウルス類の最も広範な2つの系統分析では、ステゴサウルス類内の類似の系統発生関係を示している。よく解明された系統発生では、新しく発見された首の長いミラガヤ及びダケントルルスを姉妹分類群とし、 ダケントルルス赤を構成する。マテウスラは、ミラガヤとダケントルルスについて、共に首肋骨が後方に突出し、前方の突起は、背腹部に深く、側面子で、その前端部に、背側突起を有すると記載している。その系統樹はまた、細長い首肋骨後部に突出する、頸椎状の全関節突起の共有によって、ダケントルルス赤とステコサウルス属の間の姉妹群、 関係も示唆している。ダケントルルスは以前は基盤的ステゴサウルス類と考えられていたが、ミラガイアの発見と研究により派生的なタクソンであることが分かった。首から尾にかけて並ぶ骨のプレートの役割は、血管の痕跡を根拠に体温調節という説明をされることが多いが、2001年のカーペンターらによるヘスペロサウルスの研究結果では、 血管はプレートを覆う角質の鞘のためのもので、角質は構造的に普通の表皮よりも断熱性が高いため、主な役割は防御やディスプレイだったと言われている。体温調節は二次的に行われた可能性はあるとされ、このことはステゴサウルスのような他の研竜類でも同様だったとされる。スパイクは1914年にギルモアによって提唱されたように、 単にディスプレイとして使用されたのか、またはバッカーが唱えたように武器として使用されていったのかで議論されている。バッカーは、剣竜類のオしには、他の長番類と違って国家した剣がないためはるかに柔軟性があり、サゴマイザーを武器にしているとしか考えられないとした。彼はまた、剣竜類の後足が前足と比べて大きく発達している点について、 強い力で尾を振り回す際に踏ん張ったり、体の微速の向きを機敏に変えるための進化であると説明した。ケントロサウルスの模型を使った分析では、尾は体の側面の位置まで曲げることが可能で、おそらく捕食者を攻撃できたことを示した。2001年、マクウイニーラによってサゴマイザーの強度などの研究が行われた。それによると、サゴマイザーには相手に、 致命傷を負わせるだけの威力があったことが示唆された。この研究結果は、サゴマイザーが捕食者との戦闘に使われたという説を指示する。ご信用の武器だったことは、ステゴサウルスの標本でもその証拠として記載されたことがある。アロサウルスの惜しにあった思想の知恵子に、ステゴサウルスのサゴマイザーがフィットしたとされた。 ステゴサウルスステノプスステゴサウルスステナップスは4本のスパイクを有する。それぞれが約60から90センチメートルの長さである。この構造が武器であったことの発見は、ステゴサウルスステノプスだけでなくいくつかの種で行われた。これらのスパイクは尾に対して平行に伸び、よく復元されるような垂直に伸びることはなかった。1877年に、 マーシュが記載したステゴサウルスアルマトゥス・エス・アーマータスの尾にはステノプス氏と異なり8本のスパイクがあるとされた。しかし現在の研究では本種でも4本だったことがわかっている。ちなみにアルマトゥスダメは標本の保存の悪さから独自性が否定されている。カーペンターは2001年にホロタイプの一部として10枚のプレートを記載した。それらは前後に長く上下に低いとされた。 基部が左右非対称なのでそれらは2列に並んでいたことが示される。ビ部の端部はサゴマイザーがあり、前の一体はより太く、後ろの一体はより細く水平で後ろ向きである。2012年に組織学的な研究が実施され、ヘスペロサウルスの皮骨はその構造がステゴサウルスのそれと本質的に同一であると結論づけられた。 CT スキャンでは、以下の状態が確認された。薄いが高密度の外壁を有し、厚いスポンジ状の骨で満たされている。骨には、国家の過程で変形した形跡が認められる。広範囲にわたる、長くて広い動脈の通った溝が確認できる。サゴマイザーのスパイクは、壁が厚く、内部のスポンジ状の構造の空洞は小さい。一本の太いな。 血管がスパイクの縦軸に沿って走る。2010年にはビクトリアで見られる軟組織についての研究が発表された。周囲の堆積物に残された皮膚の印象と内臓などの柔らかい部分が腐敗する前にその空間が沈殿物で満たされたことで形状を保存しているものが調べられた。さらにいくつかの部分では黒い層が存在しており、おそらくは有機残留物。 または、金賞からなる。胴体側面の下部の一部は、直径が2から7ミリメートルの小さな六角形で、重なり合わない、突形のウロコの列が観察できる。側面の上部では、大きな中央ウロコと共に2つのロゼット状構造が確認でき、一方は210ミ、mm、リメートル、他方は18ミリメートルである。ウロコとは別に、約200平方センチメートルを覆う。 背中のプレートの下側の印象が見出されている。この表面にはうろこはなく滑らかで何本かの垂直で低い畝がある。これは本物の表皮の印象であるので生体では溝が存在していたと思われる。これらの溝は深さが約0.5ミ、mm、リメートルでありそれぞれが約2ミリメートル離れていた。印象はおそらくプレートが 角質の鞘に覆われていたことを示しており、それは垂直に伸びる血管の跡から確認された。このような鞘の存在の証拠が記載されるのは、近流では最初のことである。角質層がプレート全体を強化し鋭いブレードを備えていたと考えられる。そのことからプレートはよく説明される。 体温調節ではなく主に防御機能を有することを強く示すものとして分析された。骨盤はプレートの芯であり、鞘は実際のプレートの面積をさらに拡大していたはずである。この構造はしばしば明るい色に復元されるが、この鞘によってディスプレイ機能も強化されていただろう。体温調節に関しては、原生の牛やアヒルが 角質で覆われているにもかかわらず角やくちばしを使って余分な熱を放射することは完全には妨げられていないので、いくらかは利用された可能性はある。ヘスペロサウルスの低く広いプレートと高く狭いプレート2015年、エヴァントーマスセーターエヴァントーマスサイッタは、ジャディゴイエス採石場で見つかった標本を分析し、ヘスペロサウルスに性的不なりを見出した。 採石場で見つかったプレートには二つのタイプがあった。高いタイプと低いタイプである。これら様々な個体のプレートは関節していなかったが、セータはどれが頸椎、銅椎、オシーのどの列に位置していたものか、その形状によって判断した。分析の結果、プレートの配置部位に関係なく、一部の個体は上下に高いプレートのみを持っていたのに対し、 他の個体は前後に広いプレートしか持たなかったことが示唆され、過去に見つかった標本においても一つの個体は一種類のプレートのみを有することが確認された。セータは高いプレートはメスであることを表し、オスは低いプレートを備えていたと主張している。低いプレートの方が面積が広く、ディスプレイにおいて有利であることが根拠とされる。論文化された正式な反論はまだないものの、 古生物学者、ケビン・パディアン、ケビン・パジアンとケネス・カーペンターは、この結論に疑問を呈している。ありがとうございます。